チーム鈴木ゼッケン2番厚田吉高です。今年開幕戦なんですけど、去年はあの成田君に負けちゃって2番だったんで、今年はね、彼はあのホンダにスイッチして、あの僕の古巣ということであって、やっぱりなんだろう、思うところがあるんで、もうホンダの成田明をぶちまかして、あのチャンピオンを取りたいなと思います。まあでも怪我なく前線自分のベストの走りをできれば、あの自ずと見えてくるかなと思ってます。でも今年はあの成田選手だけじゃなくて、はい、若手というか、まあ、小島選手をはじめ、そうですね、今年はまあ、ルールが変わって人数も増えて、鈴木のバイクも台数が増えたんで、若手も下から出てきたし、すごい面白いシーズンになると思います。その中でそうですね、やっぱりアキラとか俺の前を行く、まあ、最初でだけでも前を行ってバトルしてできるライダーが出てきてくれればいいなと思います。まあ、その中で勝つですけどね。はい、じゃあ今回九州大会いかがですか。去年はドロドロでスタックとかなんかして、アキラのチャンピオン決まっちゃったんで、全然いいとこなかったんですけど、でも鈴木1年目でここはピンピンで始まったコースなんで、すごい僕にとって限度いいんで、まあでもすごい前を見て走ります。まあちょっと埃がすごいですけど、まあでもそこら辺は気をつけて走りたいと思います。